高身長イケメン、秋冬に使える洋服代は上限2000円に処しです。今回ですね、僕が秋冬に欲しい服をブランド名と商品名を言ってですね、これ欲しいなぁ、でもお金足りないなぁ、なんか売って買おうかなぁっていう動画です。この動画をね、ご覧いただければ、世間的には服好きな僕が注目しているアイテムが知っていただけるのかなと思いますので、皆さんのね、お買い物の参考にね、していただけると思います。あとはね、僕と同じ服好きのね、みんなで欲しい服を語り合って、いつもよりね、緩い動画になると思うんですけども、楽しんでいければいいなと思ってます。本編ましょうか。せーの、領域展開。まずね、商品名とブランド、料金がね、わかるものから紹介していって、最後にルックだけ公開されてて、アイテムの詳細がまだわかんないなーっていうものを紹介していこうと思います。1点目はね、こちらですね。僕らしくないんですけど、アークネッツで販売されているダイワピアのアイテムで、チェックブリティッシュハンターコート。このね、バブアーっぽさもあるけど、でも全然バブアーじゃないみたいな、この雰囲気のハンターコートがかっこよくていいなと思いましたが、S のね、在庫ないんですよね。で、お値段が59,400 円で、アウターならギリ買えんなと思ったんですけども、 S がね在庫ないんでね、断念しました。このブラック渋くてかっこいいよな。いいね、かっこいい。フードもついてんねや。これで6万は安いね。バブアーよりこう生地が柔らかそうで着やすそうですね。で、次こちらですね、ケールのコーデュロイハリントン。ハリントンジャケット最近結構気になってるのよ。このコーデュロイのさ、ハリントンめっちゃかっこよくない？ベージュで、僕ベージュあんま似合えへんねんけど、これはちょっとかっこよすぎて欲しいなってね思いました。66,000円、サイズ3が残りわずか。めちゃくちゃいいわ。サイズ3で着丈 69.5。 これはなんかまあ買っちゃってるかも。欲しいもんが多すぎる。次こちら、マーカウェアのワイドスポーツジャケット。こういうねハリントンっぽいブルゾンとか、あとこういうね普通の乗馬かなんかそういう時のブルゾンかな、こういうブルゾン系なんかね欲しいんよね。まあ1個持ってんねんけど、小森のブルゾン持ってんねん。小森のこういうブルゾンは持ってんねんけど、こっちを売って新しいの買おうかなとかね、いろいろ迷ってますわ。むずい。このワイドスポーツジャケット買うんやったら、小森の今持ってるやつはまあキューブでいいか。ブラックとかベージュとかが欲しいよなと思ったら、さっきのケールのハリントンかっこいいね。次こちらです。エイトンの2度蒸しシルクワイドパンツ。これ生地がねシルク 100% のパンツで、保温性とか防寒性か心配やけど、シルクのパンツこれ絶対気持ちいいやん。こういうドレープ感の強いスラックス、きれいめなスラックス1個欲しくて、シルクのブラックのねやつ欲しいなと思ってる。でもね、お値段がシルク 100% な分あって高級ですね。71,000円って家賃まあまあな。すごい。関西やったら絶対に住める。東京でもまあ住めるよ。ただこれ欲しいね、シルク。まあ店舗どっか使ったとこ見に行ってサイズ良ければ購入って感じかな。でもね、これねありがたい悩みなんですけど、ガチで言うねんけど、僕シウンという低身長男性に向けたブランドをねやらせていただいてるんですけど、そこでパンツをね、まあこんな感じでウールのスラックスとか近々発売できんねんけど作ってるんですよ。まあこのニットポロもそうやねんけど、でねパンツ作ってて思うのが、自分のサイズに合うように作ってるから、もうその辺の世間一般的なパンツが全部なんかねでかくなってきて、サイズ合わないみたいな思ってきて、めっちゃパンツ選びむずい。だからもう僕が履きたいパンツは全部シウンで作ろうかな。シルクにして7万で売ったろうか。絶対売れへんよ、7万ですっごい。次こちら、ヨークのカットオフレザーカーコート。このヨークのアイテムが欲しいっていうよりかは、レザーのこういうミドル丈とかのアウターが欲しいって感じで、ショートでもいいねんけどレザーのアイテムが欲しいっていうことで、一応こういうミドル丈のコートっぽいやつもねいいなと思ってピックアップしました。13万、いいね。で次はこちらですね。これも多分買わへんし着いへんけどアイテム自身が可愛いなと思ってねピックしました。ヨークの3カラージャカードモヘアセーター。これはね可愛いし人気なアイテムやし、女子受けしそうってことでねピックしたんですけども、このピーコックめちゃくちゃいいし、ブラックもいい。ブラックかな、カバンとかにつつね、気づいたら買ってるかもしれない。これは危ない。7万円を見てから見たら安感じるわ。次こちら、クラークスのデザートトレック GTX。 ゴアテックスのデザートトレックっていう靴なんかな、これ可愛いよな。クラークスはもうワラビーが GU とかにやられすぎてもういいかなって感じになってるけど、これ可愛い。これ買うわ。今すぐ買いたい。服売ろう。すぐ服売らんと次の服買えないっていうブランドディレクター金欠です。コーヒーをねいただいてます。美味しい。コーヒー見ながら好きな服見るってもう人生の最高潮や。これ欲しいわ。これ絶対買う。俺クラークスサイズ何本入ってたっけ？ UK8 8やったよな。この有給8買ったら間違いないんかな。梅田君はどっか試着しに行きたい。どっかあったら教えて。絶対買おう。ちなみにゴアテックスはトレッキングシューズとかにね、よく使われてるやつで、これもトレッキングシューズだと思うねんけど、外からの水とかは弾くねんけど、内側の湿気はね、逃がしてくるっていう、そんなすごい生地ですね。次も靴ですね。こちら、ブリティッシュサイドゴアブーってやつで、フットダコーチャーのね、アイテムで、これもこのアイテムが欲しいっていうよりかは、サイドゴアブーツが欲しいって思ったんで、一応ピックアップしましたが、サイドゴアもね、絶対役立つんで、秋冬ね、なんか1個持っておきたいなって感じです。次、こちらですね。タンジェントのヘンリー・ブリティッシュ・アーミーチのハードツイストツイル。このね、やっぱブラック。こういうやっぱね、ワイドスラックス、ブラックかネイビー、1本持っておきたいんで、タンジェントはコスパもいいし、以前持っていたことも何回もあって気に入っているものが多いんでいいなと思っております。でこちらですね、マーカーのアイテムでライニングスノーパーカーリサイクルナイロントゥダー、読まれへんけどそんなアイテムで、お値段が99,000円で、モッツコートみたいなショート版、見た目がね圧倒的にかっこいい。ブラックのサイズ S めちゃくちゃ欲しい。こういうなんかね、軍物のパーカーフードのついてるアイテム1個欲しかったからさ。しかもこれライナーついてるやんけ。冬までいけるやん。これめちゃくちゃいいわ。発送が9月10月全然いい。これ10万、すごいね。10万って1人ぐらいしかやったの結構いいですね。ただかっこいい。めちゃくちゃ欲しい。いいものづくりされてますね。米軍のスノーパーカーをベースにしてるらしいです。スノーパーカーの丈をショートにしたと。最強や。ガチかこれ。シウンでもスノーパーカーをベースにしたアイテム作ろうか。次こちらマーカーのフットボール T ですね。でリサイクルスビンコットンのニットと。ニットの編み方でフットボール T を作ったよってことね。フットボール T ブラックのやつは最近小森を買ったんですよ。また小森買ってないけど。なんでライトグレーはこれ結構いい色味やなと思って、欲しいなとね思いました。16,500円。めっちゃ安見える。マジックやんこれ。GU ぐらいに見えるわ。めちゃくちゃライトグレーいいな。ニット編みなんて別にニット感はそんなないと思うんですよね。あーこれいいわ。メイン100でライトグレー。これはいいね。サイズもまだあるやん。ライトグレーの S が欲しいです。でこちらマーカーウェアのコンフォートフィットシャツ。このねチェックのブルーの色味がめっちゃ可愛いと思ってんけど、完売してました。知らん間に。おいチェックはね、僕チェックスキー委員会の代表をやらせていただいてるんで、これはいいチェックだ。サイズ感も間違いない。いいね。しかも38,000円。買える。俺の体オーガニックウール。ウールなんや。ウールシャツ最強やな。次こちら。これは別にね、5シートとかじゃないねんけど、やっぱこういう無骨なアイテムいいなってことで、ブラームスのルーツストックの PENY コンバットトロピカルジャケットですね。薄手の軍物のジャケットやねんけど、シウンでもね、マジでたまたまやねんけど、似たようなやつを去年かな、発売していて、ネイビーで、こういうね、男心くすぐるアイテムって持っておきたくなるんですよ、人間。なんで、シウンのね、こちら多分 M と L はサイズあったと思うから、もうサイズ合う方はぜひね、チェックしてみてください。それ、これいいね。ショートモッツオーガニックコットンシルクハイカウントタイプライターマーカーのアイテム。これめちゃくちゃいいやん。これ何ベースこれ。ショートモッツをベースにミリタリーからモーダーな雰囲気生姜コットンとシルクのタイプライタークロス。あーめちゃくちゃいいやんこれ。コットン73シルク27 61,000円。買える値段帯 S 完売してます。なんて違うサイト調べて買いに行きたいぐらいめちゃくちゃいいけど、色がネイビーブラックやったらよかったなと思いつつも、ネイビーでも欲しいと思えるぐらい素敵なアイテムでございます。これガチでいいな。首の襟が前に倒れてる力を抜けた雰囲気もいいよな。これ6万。めっちゃなんか安感じてきたわだんだん。次こちら。これもね今すぐ買わんけど、こういうベスト系のアイテムが1個あるといいんじゃないかってことで、トレンドでしたね。 D-VEC のウィンドウストップバイゴアテックスラブス 2L プリマロフトベストですね。ゴアテックスのねベストでございますと。これは結構スポーツ要素が強すぎるっていうか、テック要素強すぎるけど、ナイロン系のベストとかをコットンポリとかコットンとかで再現表現できたらかっこよくなるんじゃないかなってことで、しかも低身長ってめっちゃ困ってるやんベストに。どう着てもなんか寸胴って着られてますって印象になっちゃうから、僕も困ってたけど、こういうアイテム欲しいけど、まあ、なかなかサイズないなってことで、シウンでね制作をしてるんです。次の SS になりそうですが作っておりまして、宣伝です。はい。次はねこちらバブワーのビデールのオーバーサイズのブラック。これ去年ねバブワーの展示会で着させていただいてめちゃくちゃ良かったんで欲しいなと思ってます。でこっからは小森のルックでまだ発売されてないけど欲しいのがあったんでバーっと見ていきます。1枚目がこちらですね。ブラウンのブルゾン。袖がこう折られててカットオフっぽい仕様で、これめっちゃかっこいいや。しかもこのブラックのインナーとパンツと合わせてるでしょ。このコーデもかっこいい。一体コットトンシルクのなんかの生地じゃんこれってなってくるともう10万超えてくるんじゃん。これ8万とかで作ってくれたらめちゃくちゃ嬉しい。なんで8万で嬉しいと思わなあかんってんと思うけど、なんか喋られへんけど、これはかっこいいね。えぐい。次こちらですね。ダブルのジャケットのセットアップ欲しいなってことで、シングルのジャケットのセットアップは白でね、サイズ若干変わるけどこんな感じで作ってるんで、次はねダブルはどっかで買おうってことで、小森のダブルのジャケット、これはいいね。これはいいだろう。はい、次こちら。さっきのこのブルゾンとセットアップなんかなって思うけど、こちらのカーゴパンツですね。この2枚多分同じアイテムやと思うねんけど、このねカーゴパンツがかっこいいね。なんか生地の落ち感と言いますか、めちゃくちゃかっこいい。色味もねごつでかっこいいんで、こういうベージュのアイテムと全部ねブラックで固めてベージュを差し色にしたコーデ作りでめちゃくちゃいい。次こちら。これワンチャンさっきのベージュのブルゾンの色違いかな、ブラックのシャツアウターみたいな感じなんやけど、このツヤ感も見るに多分シルクか、これまたシルクか。このね全身ブラックやけど上品ななんか色気のあるコーデ、小森っぽいよな、超かっこいい。次こちら。これ全身欲しい、めちゃくちゃいい。靴までいい、つま先までいいっすね。イージーパンツ、多分ウールからカシミヤかなんかの素材にセットアップのカシミヤかウールのシャツジャケットみたいなやつに黒いなんかニットをね合わせてるけど、この全身ブラック、このモデルさんもバチクソにかっこいい。さっきこれ言ってたクラークスのゴアテックスのやつとさ合わせてコーデ作りたいな。めちゃくちゃいいやんこれ。黒いスニーカーはねさっき買ったの、さっきっていうかねこの前アディダスのガゼルのトリプルブラックっていうアイテムですね。メルカリで中古2万で買いました。これいいよ。これをこれに合わせたらめちゃくちゃかっこいいんじゃね。でもクラークスのやつも買いますけど、はい、これはいい。次こちらですね。小森のスポーツ系のブルゾンかな。こういうブルゾンね欲しいんですよ小森。ジップもねまたなんか細いジップなんかこれ作ったんかな、かわいいね。ウールかカシミヤかわからん、なんかそういう上品な素材をこういうあえてねカジュアルなアイテムで使うというね、めちゃくちゃ贅沢。次がこちらですね。黒のパーカーとスウェットやねんけど、パーカーとスウェットで鬼カジュアルなはずやのに素材がずば抜けて高級なためか、すごいねいい感じのなんか雰囲気になってるんですよね。パーカーって普段着へんし別にトレンドでもないけど、パーカー買ったろっかなこれを機に。パーカーかスウェットパンツかどっちか欲しい。次これ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 レザー、絶対キングヌーの常田大樹さんこれ絶対買うやん。ショートのさなんかアメリカの昔の映画に出てきそうなブルゾンバーリーかっこいい。今顔見たけどさ、これなんかオレンジと青の半々になんか顔なってんな。めちゃくちゃこれかっこいい。非常に欲しいですねこれも。次こちらですね。これはね僕ね持ってた小森のさ鬼深スキッパーシャツの多分カシメバージョンのセットアップ、これはね買うか分からんけど、あのシャツ着てた時はめっちゃテンション上がってるしすっごい気に入ってるんで、僕といえばこのシャツみたいなイメージつけようかなってことでディスブランディングめっちゃ迷惑これ。てかめっちゃ良かったから、これ冬用も買いたいわ。でも去年も発売してるんでメルカリで中古買うのもありで、最後はこちらですね。このねイージーパンツもいいんでね、めちゃくちゃいいやんが。非常にやっぱね小森はどれもかっこいいし世界観も素敵ですっていう話でした。はい、今回ね僕が秋冬に今から欲しいアイテムをねバーっと紹介してきました。合計金額マジで200万ぐらいいってんじゃん。それぐらいね魅力的な服ってこのように多いねって話で、服って楽しいなって話です。シオンのねこの宣伝もできたし非常に楽しい時間になりました。顔が半分オレンジで顔が半分ブルーのがちょっとね気になってはいますが、楽しかったです。皆さんがね欲しい服もぜひコメント欄で名前とリンク付きで教えてください。見に行くわ。では今日もねご視聴いただきましてありがとうございました。シオンのチェックと僕のフォローお願いします。ではまたお会いしましょう。以上、アリレッテルチ。